たくあんボーイでーす。どうも、たくあんボーイです。皆さん、1年間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。ね、本当に今年ね、YouTube を始めさせていただいてですね、本当にこのコロナの期間でね、なかなか思うように舞台とかもね、出れない状況でありましたけども、その中でね、YouTube というものを私ね、中心に自分の笑いを配信していこうということでね、3月ぐらいから始めてですね、今、12月になってからですね、登録者が1000人突破して、本当にね、多くの方に見ていただいているなということで、本当に1000人の方に見ていただける、そんな環境が今ここにあるということだけでもありがたいことでございます。本当にね、いつも見ていただきましてありがとうございます。また動画の企画とか上げた際に、コメントをくださる皆様ね、本当にいつも励みになっております。なかなかね、毎日毎日投稿しているわけなので、ちょっと今日は時間ないなとか思ったり、サボっちゃいそうな時もあったんですけども、やっぱりね、皆さんがコメントを送っていただけるおかげで、高評価ねしてくれるおかげでね、一人でも見てくれてる人がいるんだったら何かやろうっていう気持ちを持たせていただいてね、本当にいつもいつも励みになっておりますので、皆さんね、これからもと思います。ということで、次2021年来年なんですけども、もう明日からですよ。何をやろうかといろいろ考えました。1年間いろんな企画いろいろやらせてもらったんですけどもね、次はですね、100日企画というものに挑戦したいと思います。2021年100日間ですね、同じ企画をやり続けるということなので、途中ね、もう50日とか経ってから皆さんが飽きちゃうんじゃないかなと本当に心配しておりますけどもね。とりあえず決めたということなのでね、やり続けたいと思います。でもね、皆さんやっぱりそれだけ見てたら飽きちゃうのはもう間違いないです。僕も多分、どんだけ好きな人のね、チャンネルであっても、100日間同じことを繰り返してたら飽きるなと思います。だから、私はですね、考えました。毎週金曜日夜、ね、今ちょっとドラえもん移行しちゃったんですけど、ドラえもんがね、放送されてましたよね。だからドラえもんを楽しみに、いつも僕はテレビをつけてました。それと同じようにね、毎週金曜日夜、私、たくあんボーイ、生配信ライブをしたいと思います。ね、どんなに忙しくてもこれは続けていこうかなと思いますので、必ず続けますので、皆さんそちらでドラえもんを見る感覚でね、あ、たくあんボーイだということでね、見ていただけたらと思いますね。何をやろうかと思ったんですけどもね、いろいろあるあるの配信もねやりましたし、いろいろ普通のトークとかもねやらさせてもらいたいと思いますけども、今考えてるのが鉄道系でね、元駅員ということで1年間ね結構あるあるとかねたくさん上げさせていただいたので、せっかくなんでね、鉄道好きの皆さんもいると思いますので、鉄道系の企画で、山手線を一周歩こうとか、青春18切符で旅に出ようとか、ドクターイエローを撮れとかね、そういったいろんな企画をちょっと考えつつ、生配信で見ていただけたらなと思いますのでね、そちらも楽しみにしていただけたらと思います。また同期とかもね呼んでちょっと話ができたらなと思いますのでね、よろしくお願いします。これからね、来年ちょっとどうなるかわかんないですけど、また舞台とかが増えていったらですね、ライブの、私たくあんボーイの状況などもねお伝えできたらと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、2020年、本当に皆さんご視聴いただきありがとうございます。これからもたくあんボーイ、さらにさらに努力して、必ず一人でも多くの人に見てもらえるように、2021年も皆さんに笑いを届けますので、ご視聴よろしくお願いいたします。本当に皆さん、2020年、シェイシェイ、ツイッターにコメントもよいしょ。